演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、業務スーパーの牛乳パック巨峰ゼリーと杏仁豆腐を食べたいと思います。業務スーパーの牛乳パックチーズはまた新作が出たんですね。今度は巨峰ゼリー、なんかゼリーってイチゴとかいろいろありますけど、あえてブドウなのでしょうか。イチゴゼリーとかもないな。で、こちらの杏仁豆腐、こちらもたっぷりですね。両方混ぜればフルーツポンチみたいにはならないそのままさ。でもどちらもプルプルしていて美味しそうですね。それでは早速いただきます。はい、どちらもプルプルしてますし、それにさっぱりしていてあっさりいただけますね。まあ量的にあっさりって言っても説得力ありませんけど。こちらの巨峰ゼリーは口に入れた瞬間にプルプルとした食感とともにブドウの甘酸っぱさが口の中に広がりました。まあ、甘さの方が強いですね。ブドウの風味をたっぷり感じることができて、ゼリーなのであの量の中で私はカロリーも比較的低いのも嬉しいです。まあ普通一人で一気に食べることはないと思います。そしてこちらの杏仁豆腐、こちらは割とプルプルとした食感が楽しめて、ちょっと すんなりとして消えるタイプの杏仁豆腐とは違った美味しさです。食感を求めるのはこちらの方がいいです。こちらおすすめですね。もちろん果物とかとの相性も良さそうです。いや、いいんですよね。どちらもプルプルもっちりの食感が楽しめて、お腹も結構満たされますので、腹持ちがいい甘味を求めている方にはぜひおすすめしたいですね。味の面もあります。どちらもこちらのテイストとさせていただきます。ツバメ飛ぶ砂漠渡るをやる実行してする、なんかもううだうだですね。ツバメが飛んでいる砂漠に向かうことを決心した、その心境は何なのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけ、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。